何吠えてんの、何吠えてんの。いつも近所のちっちゃいワンちゃんが、小型犬が2匹飼ってるお宅があるんですけどね、そこの1匹が死んじゃったそうです。12歳で。いつもナナちゃんが吠えられてね、吠えて歓迎してくれてたワンちゃんなんだけど、亡くなって寂しいって飼い主さんが言ってました。まあね、散歩途中に飼い主さんとちょっとお会いして立ち話してたんですけどね、もう今度死んだら二度と飼わないって、寂しいから、やっぱり死んだ時寂しいっつって、こっちおいで、こっち、何、え、そっち危ないからあんまり行かないで、そっち自動車いる。よし、おいおい、どっち行くだよ、どっち行くだ、おいおいおい、そっち行くぞ。じゃあこっち、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 行こう、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 行こう。暑いでしょ、落ち帰る、落ち帰る。もうそっちに行きたい。はあ、暑い。
相模原にもこんな畑があります。ちょっと行くよ。散歩も終わってまったりしてましたら眠くなっちゃいましたけども、そろそろ帰ろうかなと思います。留守番しててくださいね。またね、明日また来るからね。留守番しててね、留守番しててね、お留守番しててね。お留守番しててね。よいしょ。じゃあ帰るよ。今日はなんと5キロ歩きました。5キロ歩いた、5キロ。ちょうどいい疲労感。